ウーパールーパーって英語でアホロートルって言うらしい。悪口。ってことで、どうも、ふうはやです。今回は、最強の能力を持ったウーパールーパーを仲間にできる世界で、サバイバルやっていきたいと思います。ってことで、ま、ウーパールーパーって、割と最近追加されたけど、ま、別になんか仲間にしても、可愛いぐらいしかなかったからさ、ま、ただ今回は、そのウーパールーパー、この手持ちにあるウーパールーパーだね。これを、なんかいろんなアイテムと合体させることで、最強の能力を持ったウーパールーパーを作れるっていう世界にやってきます。なんで、じゃあまず例えばね、もう作れるんだよね。このウーパールーパーと、このオークの木材。これで、はい。なんと、この木材アホロートル。まあ、木材のウーパールーパーができると。で、それぞれに能力とかがあって、例えば、このウーパールーパーは、はい。あ、すごい！なんか木の柄になってる。足遅っ。で、この木材ウーパールーパーの能力として、こう殴ると、はい。うわー！弾けた！まあ、こんな感じで、いろんな木材のアイテムをゲットできるっていう能力だね。え、これさ、またゲットしたからさ、あ、無限だ！これ。まあ、でも、無限に使えてもっていう感じだな。もう、木材十分だし。これ、あともう一体作れるな。はい。こちら、土と、このウーパールーパーを合成することで、はい。お、土のウーパールーパーだって。この土のウーパールーパーの能力は、はい。え、めっちゃ足遅くなった。え、あ、違う、耐性4がついてる。ただ、足もめちゃくちゃ遅くなってるから、この土ウーパールーパーの周りにいる間は、もうほぼ無敵だと思っていいね。あ、ただちょっと離れると解除されちゃうっぽいね。いや、まあ、使い時によってはめちゃくちゃ強いんじゃないかな。ちなみに、こいつ倒したらなんか出てくるかな。あ、特に何も出ないわ。ということで、今回は目標として、エンダードラゴンを倒していきたいと思います。いや、でも、ウーパールーパーの能力を使ってエンドラを倒すっておもろいな。あ、待って、村あるね。まあ、でも今回のサバイバルでは、あんなにちっちゃいモブが最強の力を持ってるから、あの巨大なエンダードラゴンに、勝ち得る力もゲットできるということで、まあ、多分その合成するアイテムが強ければ強いほど、すげえ能力を持ったウーパールーパーがゲットできるんだろうな。あ、ちょっと待って。こういう時こそ、さっきの土、ウーパールーパーを試してみたい。行くぞ。待って、やばい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 。あ、頼む！はいー！どうだ？あ、ちょっと痛いけど、うわ、すごいこれ！めちゃくちゃ軽減できた！痛ー！範囲が！頼む、ウーパールーパー俺に力を貸してくれ！はい、いいぞ。あ、あ、待って、どっちが先にくたばるかな。勝負だ。あー、これは俺だ。ただ、この装備なしの状態で、1ハートぐらいしか削れないってことは、装備を着たら、ほぼ無敵だと思っていいね、これ。はい、はい、はい、この土の、ウーパールーパーの周りで戦え？うわー、負けねえぞ！はい、はい、よーし、やったぞ！俺らなら世界目指せるって。はい、これで鉄4個ゲットしたんで、いや、これさ、じゃあ、こうやってバケツ作ってさ、この土ウーパールーパーすごい頑張ってくれるわ。だからこうやって保存できるかな？はい。あ、できるかもしれない。あー、できてるできてるできてる。はい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 。まあ、今回はこうやって協力していけばいいわけだな。ウーパールーパーと。で、じゃあまずは、食べ物をたくさん取ろう。よ、じゃあこれで食べ物も作って、まあ、今見てきたウーパールーパーの能力って、まあまだなんとなくわかるじゃん。あのね、こっから結構とんでもない規模になってきます。ということで、じゃあ作るか。次のウーパールーパーはこちら。はい、丸石のウーパールーパーということで、これがね、またとんでもない能力で、じゃあここら辺にしよっかな。いきまーす。ぽい。なんと、こうやってこのウーパールーパーが下がるブロックを全部壊してくれるんだよね。だからこれね、多分もう無限に下まで壊してくれるはず。え、ちょっと待って、俺ついていこっかな。ここにじゃあ、あの土ウーパールーパー置いといて、おーい、どこまで行くんだーい。え、めちゃめちゃ惚れてるー。まあ、上から水流しとけばいつでも上に帰ってこれるから、まあ、これで洞窟見つけるのもいいし。え、待って待って待って、すごい。あ、宝石も壊れてんじゃんこれ。はい、おー、あ、鉄とかも手に入る。え、めちゃめちゃすごいじゃん。こいつ、うわー、廃校だそんなことある？いや、でも、うわ、すごい。え、え、なにこれ。
コウモリがなんかトライデントみたいになってる。いや、これこの先に出てくるヒントだな、多分。テクスチャーが変わってるわ。まあ楽しみにしておこう。そして待って待って待って、え、これマジでどこまで行くの、え、これ岩盤貫きそうじゃない、大丈夫かな。ちょっと待って、ここら辺あとチェストとかない、そろそろね、ダイヤとかはあっていい高さではあるんだよね。わ、すごい、あったー、え、ダイヤあるじゃん。え、待って、いてててえ、普通にあるダイヤ。まだ俺でも鉄ピッケルとか作ってねえよ。まあだから、まあここら辺でも鉄焼いちゃって、待って、ちょっと待って、え、やばくないこれ。え、これなんか、そこ抜けてるよね、普通に。あ、やっぱ行けるところまで行くんだ。ダイヤあるし。いや、これはすごいぞ、でも。これまたすごいウーパールーパーいるな。ちょっと待って、やばいかもです。まだ俺全然防具とか整ってないから。まず、はい、これで鉄9個になったから、鉄ブロックを作ろう。そして、この鉄ブロックと、ウーパールーパー合わせることで、はい、鉄のウーパールーパーができるんだよね。で、このウーパールーパーの能力も、これまたサバイバル向きで、あ、じゃあ、例えばここら辺に出してみようかな。いきまーす。はい、こんな感じで、あーごめんって、あ、大丈夫か。なんとね、こんな感じで周りの鉱石をブロック化してくれるんだよね。やばくない。まあ、ただ制限があって、ダイヤブロックとネザライトブロックはブロック化できないっていう。まあ、ただこれでね、たくさん鉄にして、鉄装備とか鉄ツールをもうね、こうも簡単に揃えられるんで、これはめちゃくちゃすごいことだよね。よし、でもうこれで、はい、すべての鉄装備ができて、たと、これすごいな、めちゃくちゃいい能力だな。よし、じゃあこんな感じで、結構ね、鉱石系で強くなったりできるから、次はじゃあこの金集めてみるか。あ、待って、ダイヤもあるね。ダイヤもね、集めたいな。お、廃鉱チェスト。はい。まあ、特に何もないと。あ、ここにもチェストある。来い、ダイヤ。はい。あ、まあまあまあ、金リングは嬉しい。よし、じゃあ金も、こんなもんでいいな。よし、じゃあ金も焼けたんで、これで金ブロックにして、はい、これで、金のウーパールーパーができると。で、この金のウーパールーパーの能力が、なんとね、こうやって召喚すると、歩いた場所が、金ブロックになるっていう能力。この能力があれば、まあ、ピグリンとも交易し放題だし、まあ、金リンゴとかも、ま、作り放題だよな。いや、これは、すごいいい能力。あ、そして、あ、羊がいるね。だから羊も倒して、今回ね、結構いろんなウーパールーパーが作れて、はい、羊毛を合わせると、こんな感じで羊毛ウーパールーパーができるんだよね。で、この羊毛ウーパールーパーの能力として、はいと、20個の糸をあげればいいのかな。あ、確かにね、羊毛で糸作れるしな。逆か。糸で羊毛作れるからかな。はい、これで、まあ、あと11個か。まあ、でもこれ、さっきさ、下に廃坑あったから、それでま、洞窟雲倒していこうかな。いや、雲倒さなくても、そっか、雲の巣があるか。よーし、じゃあこれでもう、戻れるな。え、でもこういうミッションを出してくる系のウーパールーパー何がもらえるんだ？はい、これで、まあ、糸だからそんなにいいのもらえなさそう。T シャツもらえたんだけど、何これ。はい。強っ！めちゃくちゃ強いじゃん！これダメージ軽減10と、これトゲの鎧10がついてるね。え？これ、マジでとんでもないんじゃないか。防御力のこの数は減ってるけど、多分エンチャントついてるから、え、これさ、はい、ほら。こいつ、俺殴ってダメージ食らってるもん。あ、しかも、ほら、耐性とかないけど、こんなに耐えられるわ。やば、多分ね、今俺、ネザライト装備超えてるかも。え、やば、だんだんぶっ壊れてきたな、ウーパールーパーが。あとは、あ、待って、そういえばさ、ここさ、ジャングル近くなかったっけ？あー、ある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 。どうやら、スイカで、ウーパールーパーが作れるっぽいから、一回、作業台作って、なんと今回、この作業台もウーパールーパーと合体できると。はい。作業台、ウーパールーパー。この、ウーパールーパー能力は、はい。なんと、あ、早い、早いでしょ。なんか明らかに速さ違くない？凶暴！ちょっと待って。え？凶暴なの？ちょ、じゃあ、待って。やばい、めちゃめちゃ凶暴なんだけど。え？叩いたら敵になっちゃうこれ。あ、叩けない。ってことは待てよ。あ、完全に味方だ。そして乗れる。え？これさ、うわぁ、早い足！え？これさ、羊とか、これ、ええー、え、戦車じゃん、これ。え、突撃できる。ええー、強い、強すぎるって。これで、はい、移動も早いでしょ。
これ待って、ジャンプは、あ、ジャンプも高い。いってダメージ食らうわ。ウーパールーパーだからこれ泳げるかな。ちょっと水を遅っ。泳げないタイプのウーパールーパーだな。そんなタイプいるかわかんないけど。これでじゃあまずスイカ探していこうか。どこだ？ジャングルにでもスイカって結構あったりするよな。ジャンプで飛べ。おーすごい、見やす。ここも、飛び越えろ。あ、いけるいけるいける。あー飛び越えられた。で、あーすごい、こういうなんかちょっと複雑なところも結構乗り越えてくれるから。あ、スイカあったー。すごくない？あー行かないで。違う、あれだ、敵を見つけるとすぐに倒しに行くわ。凶暴すぎるんだけど。スイカちょっとまだ足りないからもうちょい探して、いや、あったわ。オッケー、まあこんぐらいあればいいかな。あれ、ウーパールーパーどこ行った？え、マジでいなくなっちゃった。あ、いた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 、こいつだな。よしよしよし、これでじゃあ帰ろうか。もうほら早すぎて俺がなんか先に座ってるもんな。いやーでもすげー便利だった。作業台でこのウーパールーパー作れるってすごくないか。よし、じゃあまずウーパールーパーとこのスイカを合わせると、はい、こんな感じでスイカのウーパールーパー。なんか気持ち悪そうな気がする。あー、いや可愛いな、ちょっと。で、このウーパールーパーに10個のスイカをあげればいいらしい。たくさん食って育ちな。はい。これで、ま、でも待って、さっきさ、クエストでこれゲットしたから、こういうクエスト系のウーパールーパーとんでもない説あるぞ。え、なにこれ？え、メロンシューターだって。え、これ、やばいよね、多分。ちょっとこれじゃあ適当に撃ってみよう。はい。お、え、なんか、家が。ごめん、そういうつもりなかったんだって。え、これやばくない？半端ねえ。しかも、これ、無限に撃てるし、連射できるし、おー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 、殺傷能力高すぎない？とんでもない銃をゲットしちゃったぞ。はい。あ、ブロック、あ、ブロックも壊れるんだ。やばい、これ、今までで一番強い武器かもしれない。これ、モブにダメージないわ。ただ、ブロックを破壊するだけの道具だ。まあでもこれで、まあ鉱石とか見つけやすくなるから、それはまあ嬉しいわ。さあじゃあ次は、ダイヤやっぱゲットしたいなぁ。ってことで、またこの丸石の、ウーパールーパーを作って、これをさ、そこら中になんか放っとけば、いい感じにダイヤ見つけられるんじゃないか説。よし、どうかなぁ。お、ここは、おー、もうだいぶ深くまで行ってるね。で、このウーパールーパーが掘ってくれてるうちに、もうすぐ作れる一体作っちゃおうか。それがこの砂ウーパールーパーだね。まあ、砂だからいい能力は持ってなさそうだね。行きまーす。ほい、どうだ。お、これを叩けばいいのかな。なに？え、いた？え、なに？え、あ、すごい、なんかボス出てきたんだけど。え、立ってる。え、ちょっとウーパールーパー立つとそんな可愛くないな。ただ、はい、100HP をこうやって削っていけばいいんだな。あ、これでも別になんか変わった動きとかしないから、こ、殴り続けてればどうにかなるな。こいつを倒したらじゃあいいアイテムがゲットできるってことか。いや、ちょっとでも、いや、この服着てこの攻撃力ってそういえばやべえわ。あ、やべえ、こいつゴーレムと同じ感じだ多分。危な、ちょっとじゃあ仮に一回この服外してみようか。どんぐらい、ああ、あ、やばい、これやばいわ。なんかいいの落とせ、もうちょっと。はい、終わりだ。よいしょー。え？待て。ただ、ボスと戦うだけだったらしいわ。そんなドッキリみたいな能力あるの？ま、今まで全部めちゃくちゃいい能力ばっかだったからな。こういうのもあるのか。ま、じゃあこれで、ま、いろんなところも、うおー、やっぱ下まで掘れてるな。ダイヤチェック、あ、これおそらくダイヤでしょう。あったー。なんで、ダイヤ見つけたら、こんな感じで。お、まだあるね。これね、やっぱダイヤ、ブロック作りたいから、9個欲しいんだよな。さあ、続いてのダイヤ穴は、こちらです。あら、この穴は、特に何もなかったわ。いや、てかさ、こういう場所から、メロンシューターで、あった。絶対こっちの方が早い。え、すごい、あ、これもう9個ゲットしたわ。待て待て待て、まだあるぞ。え、これやばいわ。こんな硬いブロックもさ、あー、やば。これ、一番やばいじゃん、これ。いや、これほどに強いアイテムだったとは。さあ、じゃあこの集まったダイヤモンドで、ウーパールーパーを作ると、はい、こちら、ダイヤのウーパールーパーだね。で、その能力はなんと、殴ると、はい、ダイヤモンドを
めちゃくちゃ出すっていう。これ待って、得してるのか。これだから何回もこうやってダイヤブロックにして召喚して倒すと、いやこれランダムで出てくるのかな。まあでもね、ちょっとずつ増えてるんだよね。だからこれを繰り返すことで着実にダイヤをゲットするっていうウーパールーパーなのかもしれない。まあでもこれでとりあえずこのダイヤ装備とダイヤツールはできたかな。よっしゃ、まあこれで色々整ったんで、まずねネザー行きたいね。だからここをもう黒曜石にしちゃって、でこれで黒曜石をゲットすると、まあそれでまあこの黒曜石でもウーパールーパーが作れて、こいつの能力は、はい、出して叩くと、おお、え、すごっ、うわー、なになになに、え、こいつ何、ウーパールーパーブレイズだって。これ倒したらさ、ブレイズロットとか出てこないのかな。あっつ、いや出てくる。でしかもここ多分ゲースだから、あ、水使えるわ。だからこれで、あ、ブレイズロットもゲットできると。はい、落とせ、どうだ。まあこれでまあ7本か。でさらにこれなんかアスレチックみたいになってるんだよね。だからまあアスレチックだから、もうとりあえずミスらないようにしよう。え、なに、あ、ここにジャンプしろって書いてあるね。で、うわー、このフェンスやだ、フェンスやだ、ガラスで、はい、チェストあるね、この中身は。え、ブレイズロットあるじゃん。で、真ん中にあるこれは何？あ、ポータルだって、ネザーポータルがあるから、もうこれでここで、はい。あ、なに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 、え、あ、これで、ネザーに行けるの、要塞目の前。え、こういう能力は絶対でもないよね。え、多分ね、これ、めちゃくちゃ運が良かっただけだな。まあ、さらにね、この青森も隣にあるわけなんだけど、まあ、実はね、ここら辺でも、ウーパールーパーを作れて、この、はい、マグマバケツで、ウーパールーパーが作れるらしい。はい、これだね。マグマウーパールーパーの能力が、こうやって叩くと、ブレイズパウダー出てきた。なんかアイテムをいろいろ落としてくれるらしい。あ、ブレイズパウダーだけか。え？エンダーパールも落とすわ。これでじゃあ、うまくいけば、はい、あ、あー、え、すごくない？これ。これでじゃあ、エンドに行けるアイテムをゲットしろと。あ、エンダーアイも落とした。でもなんか、心苦しい。ごめんな。こうやって、あー、やられちゃう。まあ、鉄もあるし、まあ、マグマもそこら中にたくさんあるから、まあ、これでどんどんゲットしようか。これじゃあ、もう全然ブレイズとかいらんかったな。マジで。はい。あ、これでもう十分かな。あ、めちゃくちゃ奥まで行っちゃった。よし、これでじゃあ、もうエンドいけるんだけど、まだゲットしてない鉱石あったよね。まあ、ネザライトだね。まあ、ただ、このアイテムあったら多分すぐ見つかるけどね。よし、じゃあここら辺から、ドンと、もう撃ちまくれ。あー、ほら、出てきた。あー、壊せ。なんか3つ出てきた。これがやっぱ一番やばいって。はい、あ、オッケー、これで、もう5個集まったからネザライト作れるね。これさ、帰宅もできんのかな？はい。あ、できそう。あー、オッケー、帰れたね。そしたらこれを焼いといて、もうエンドを見つけるだけではなくて、なんと最後に一つだけ作れるウーパールーパーがいるんだよね。っていうのが、はい、マグマバケツで作れたら、もちろん水バケツでも作れるよね。ということで、水のウーパールーパー、こいつを召喚しよう。はい。おー、なんか、水っぽいな。このウーパールーパーを叩くと、はい。ルックアップ、上を見ろ。やば、やばすぎ、え、びっくりした。え、なにこれ、トライデントだ。あ、さっきの伏線、最後に回収されるんだ。という感じで、この改造武器が手に入ると。で、クリックで、どうやら放てるらしい。ポン。あ、やばすぎ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 。これ、ゴーレムに当ててみよう。はい。わー、強い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 、もう連続攻撃だ。あ、ただ、あー、もう絶対に倒せるっていうわけではないっぽいね。まあ、ただ、ブロック削れるってことは、これ、エンドクリスタルとか、余裕で破壊できそうだね。素の攻撃力は？はい。あ、痛い。痛い。あ、あー、そんなにないな。まあ、でもこれだけで全然心強いな。ということで、じゃあネザライトインゴットも作って、ネザライトウーパールーパーの能力も見ていくか。もうネザライトウーパールーパーの能力は、叩くと、周りの鉱石が壊れるっていう、これ一番いらないよね。どっちだ？そっちね。まあもちろん、
ウーパールーパーに乗ってくんだけどね。お、待って、さらに、あー危な！早すぎて、落ちるかと思った。これトライデントを持つと、足が速くなるから、最強に速い乗り物の完成だ、これで。あ、待って、氷来た。これやばそう。あ、めちゃめちゃツルツル滑る。まあ、でも、ここら辺なのかな、じゃあ。おー、え、もう近いの？これじゃあ、ここ付近だな。いててててててて。はい。あー、この間だ。あ、ここだ！よし！ありがとな。結構落下ダメージ痛かったけど。丸石、ああ、ちょっと俺も落ちると思った。危ねえ。この丸石ウーパールーパーだね。まあ、このウーパールーパーについていけば、きっとエンドが見えてくるはず。来たー！見えてきたなー！ありがとよー！え、待って、しかも今なんかシルバーフィッシュの声聞こえたから、え、待って、近い、え、シルバーフィッシュ登ってきた。え、どういうこと？これ、近いぞ、多分。あったー！よし、じゃあこれで、エンドいけるなぁ。よし。でもエンドくる、ウーパールーパーのエンドラだ。このメロンシューターで壊せる？あ、いや、壊せはしないけど、剥き出しにはできる。で、待って、トライデント。あ、トライデント壊せないの？まあ、とりあえずじゃあ、剥き出しにしとけば、見やすいでしょう。いや、この絵、すごいな、マジで。で、まあ、スケルトンからゲットしたこの、壊れかけの弓と、8本しかない、この弓矢で、この剥き出しになってる、クリスタルを、撃ち抜け！あ、おっそ、あ、ラグ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 ラ、おっと、え、なんだその軌道。あ、全然届いてない。お、いけ。おいー、まあ、こんな感じで、あ、危ない。いけ！おお、いや、当てやすいな。まあ、でも高いところさえ壊しちゃえば、はい、どうだ、完璧でしょう。まあ、残りはね、登ればいいだけだから。いけー、うまい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 、はい、お、よし。で、待って、あと何本俺、はい、あ、なくなった。まあ、でも、ブロックはもう十分にあるから、残りはま、登って壊すか。よし。よし、じゃ、これで、よいしょー、オッケー。あとは叩くだけだなぁ。いけ、トライデント。トライデントね、多分、これ全然エンドラには当たらんねえ。あ、これなんかぎこちないけど、真ん中来る動きだ、絶対。ぎこちなぁ。まあ、じゃあここに一応、土のウーパールーパー出しといて、これで、おぉ、いや、どこ殴ればいいのこれ。はい。あ、でも、うん、着々当たってるけど、あ、でも、あ、だんだん掴めてきた。え、全然効かないけど。あ、え？トライデント殴るのめちゃ強っ！え？あ、これ優秀じゃん！実は。さあ、真ん中来たね。てか、これ、採掘速度とかも上がってるんだね。さらになんか、リーチも伸びてる気がする。あ、やっぱこれ、圧倒的に殴りやすいわ。うわー、すげえ！よし、じゃあこれで終わらせるか。いくぞ！はい！これで、終われ！よいしょー！すげー！エンドラーになったウーパールーパー倒したなぁ。いや、でも、あ、ちょ待って。あー、どこまで行くんだーい。あ、消えた。さてことで、わー、すごいなぁ。普通にここも削れるんだ。ここに丸石ウーパールーパー置いたらさ、俺帰れなくなるかなぁ。はい。どうだ？お？じゃあ、ここに入ってみるか。ほいと。あ、あ、これ、あれだわ。帰れなく、なっちゃった。